挨拶しろよ。なんなんすよ。よろしくお願いしますとかあんだな。いいよ、うるせえな。やれよ。いつまで撮ってんの、照れちゃうよ。早く。いいから。もう一回、もう一回弾け。もう。イエーイ。もう一回弾けよ。いいよ、いいよ。もううるせえ。さあ、ここが木形レイの部屋でーす。超すごいんだって。今度湘南とか一緒に行こうなって。くーくんねね、そいつってかっこいい？まあまあかな。でも結構遊んでるって感じだけど。ゆうこどうした？あ、ごめん、私も帰んないと。ゆうこんちって門限超厳しいよね。私だったら絶対グレてやるみたいなね。こんばんは。ずいぶん遅いね。ただいま。遅いんじゃないのか？ちゃんと帰ったよ。ご飯は？ごめん、食べちゃった。電話しなさいよ。ならごめんなさい。電気屋は来たのか？月曜日に来るって。新築なのにいきなり工事を入れるなんて全くふざけた話だ。ローンの組み直しをしなきゃな。
よし、不審な事故。深夜会合の帰り道、怪奇の世界、近道の災難。足立？原告の足立先生。16日深夜、東京都杉並区。ちょっと先生方の会合があって、それで遅くなってしまったんです。いつもはもっと バスが終わっていて、普段通らない近道をして帰ろうと思って、誰かがじっと私を見てるって感じがし始めて、
事故だって。私足立とか好きじゃないけど、あれに室田とか来られちゃったの。そうだよね。ただでさえうちらって他のクラスより原告遅れてるのにね。交通事故。あ、ゆいこ、昨日ベル打ったの見た？うん。でも私まだわかんないや。あ、おや？あ、なんかいいじゃん。なんか適当にさ合宿とか行ってさ。みっちゃん久しぶり。クラス変わって以来だよね、うん、ゆうこさ最近しずかたちといるでしょ。遊びまくってんの？そんなことないよ。ほら新しい家に引っ越してから電車一緒になったから。ふん。あのさちょっと聞きたいことあるんだけど。誰かの情報？好きな人ができたとか？そんなんじゃないよ。みっちゃんさ結構噂とか強いからさ。どうせディープスロートだもんね。私あれの語源みんな分かって人のこと呼んでんのかね。で何の噂よ？あのさ恐怖新聞って聞いたことある？あるよ。あるの？確か深夜にいきなり窓から新聞とか言って入ってくるってやつだよね。新聞配達してた人が事故に遭ってその例が浮かばれないから新聞を配ってるとか、そんな話じゃなかったっけ？都市伝説としてはポピュラーな話だけど。それが来たみたいな？え、あ、ううん。Thank you.
真夜中の小さな影、屋上から鳴き声が聞こえてきて、深夜アパートの屋上から、やっぱり帰る？だって最初からそんな。あ、そうだよね。明日会社で顔合わせられっかな。ちゃんとおはようございますって挨拶しますよ。私、うん、マリちゃん、今日はありがとうね。高塚さんとはあの日初めて食事してプレゼントもらったんです。そんな大したものじゃなく、スカーフなんですけど。そのままにしておこうって思ったんです。なんかすごく嫌な感じがして。でもひどい噂だなっていうのも思って、でもやっぱり。
かなければよかった。買ってやった。
な。玄関の横のところ、サビで赤くなってるじゃないか。そうだった？ここ建てた大工、手を抜いてるんじゃないのか？新築なのに。行ってきます。ご飯は？いい。あ、優子、部屋の壁に釘とか打ってないよね？してないよ。父さんはお前を信頼している。だから部屋を覗きになんか行ったりしてないからな。はい、行ってきます。ミスカトニック学園の子から聞いたの。あそこでそういう話になってるって。恐怖新聞を読むと寿命が100日っていう説が多いんだよ。でも他の学校だと1年寿命が縮まるっていう話もあるみたい。もう絶対に恐怖新聞を読んだら。優子の部屋に来たりするの？え、ゆうこ、渋谷行くんだけど一緒に行かない？行けば？私勉強があるから。じゃあね。お母さん、優子。 あのね、今日すっごく遅くなるから、きっと朝近くになると思う。何言ってんの、朝近くなんて。高校生なのよ。とにかく今日はすっごく遅くなるから。何言ってんの。パパにもそう言っといてよ。ダメでしょ、そんな。じゃあね。優子、よかった、早く行こう。遊び行こうよ。行こう。さあ踊ればいいの。なんで今夜うちらに付き合ってんの？っていうかさ、うちにいたくないっていうの。わかる、それ。私んちもさ、結構親厳しいんだよ。信じてないな。ああ、
その人たち。前言ってたサーフィンのインストやってる石川さんと佐々木さん。よろしく。よろしく。よろしく。あ、優子はダメだよ。この子んちって超硬いんだから。ねえ、俺さ、形状の3年なんだ。よろしくね。俺さ、君のとこの制服好きなんだよね。あ、あの、ボタンのない紺の制服の学校ってどこだか分かりますか？石堂かな。ねえねえ、それよりさ、今度静香ちゃんが来たさ、見に行こうって、ね、一緒に行かないね。あ、ごめんなさい、私お手洗い。ごめん、私やっぱ帰る。え、うっそ、優子いないとあの人たち。あれ、佐々木さんたちは？違うね、見つけてどっか行った。ゆう子は？帰って。あの子があんな態度するからだよ。恐怖新聞を読んじゃダメだ。君は石堂学園の子でしょ？誰なの？なんで私を。僕は木形レイ。本堂優子は恐怖新聞に逆らったため事故で足を切断しショックで死ぬという記事が載っている。そんな。でもそれいつの。1989年8月12日の恐怖新聞だ。その時すでにこの記事が載っている。そんなこと信じられない。ちゃんと見せてよ。そうだ、見ちゃいけないんだったよね。どうして、どうして私に教えてくれるの。だってそうなっちゃうんじゃ仕方がないじゃない。恐怖新聞に書かれていることは予言じゃない。じゃあ何？予告だ。実行阻止することは可能なんだ。それを信じる生きた人間の強い意志があればね。私そんなに強くない。強くなんなきゃダメだ。
おかえり。ただいま。私、お前を信頼してるって今朝言ったよな。嘘だと思ったか。嘘じゃないんだ。しかし最近は家のことばかりでお前のことをあんまり考えてなかったかもしれないな。あまり心配させないでくれな。ごめんなさい。よし、さあもう早く寝なさい。狂気のカラオケボックス。いや、室内に響く謎の声。何やってんだよ。だってよ、俺らのサークル入ったら学校ぐらいしちゃうんだよ、ね、このサークルって年齢制限あるの？ないです。ほら、大学行った先輩とか来るさ。違う、下の朝さん、中学生ねえ。いいやな。誰か出た。周り見ろ、誰も出てきてねえだろうか。あいつ酔っ払ってる。でも強いさ、そんな時間までできない。ヒロミんちに泊まるって言ってあるし、あの子んちは私んちの方に泊まるって言ってある。頭いいもん、頭良すぎ。はい、次けんちゃん歌って。え、やだ、歌わないよ。なんでよ、ちも歌ってじゃうよね、うん、やだ、歌っとけよ。早く、やだ、早く、いつと言ってば。何これ。おい、変な曲入れんなよ。入れてねえよ、こんなの。なんか、その帰って。おい、早く止めろよ。うん。あれ、おかしいな。なんでこれで止まんねえんだよ。悪いね、これ。あ、
帰ろうかも、うん、ちょっと待ってよ、どうして大丈夫なんでしょ、もっと遊んでいこうよ、お兄さんたちとさ。だってなんか気持ち悪いんだもん、ここ。平気だって、ちょっと機械おかしかっただけだから。通信だろ、ここ。ほら、コンセントかさ。何？これって、この部屋だよな。でも、これ…おい、なんだよこれ。俺か？俺かよ、これ。なにこれ？私こんなに映ってるわけ？ケイ…一人いなくなってる。あたし知らないよ。でも、ケイだけ映ってないの変だよ。あたし知らないってば。木形レイって知ってますか？いや、聞いたことないですけど、多分2年じゃないと思うんだけど。あ、山田、1年に木形ってやついる？いや、木形って名前のやつは知らないっす。あ、どうもすいません。それで今日はうちに置いてきちゃったんですけど、あ、その木形礼っていう人に借りたものをお返ししたくて。いないですけど、3年にも。え？木形礼なんて生徒いないんです。あ、でも確かにこの学校の制服を着て、名前も木形礼って。あ、いたいた。本当ですか？だったら、あの、電話番号とか住所とか。無駄だと思うわ。え？だって木形礼って子、
死んでるんだもの。1989年ってもう7年くらい前じゃない？ 2 年の時だわね。病気みたい。そんな、そんなこと。誰かがいたずらでそんな名前を言ったんじゃない？この人じゃないでしょ？強くならなきゃ。
私は絶対にもう新聞を読まない。私は絶対もう新聞を読まない。私は絶対にもう新聞を読まない。私を誘ってるの？ねえ、そこって楽しい？私も気持ちよくなれる？もう嫌なことなんて何もないんでしょ？キガタ君？こいつらは邪悪な魂の守護隊だ。こんな奴らに負けちゃダメだ。俺みたいになっちゃダメだ。キガタ君、
恐怖新聞が見れている一つの明日にしかない。自分で変えるんだ。どうやって。自分の力で、自分の意志で。私そんなに強くない。自分を信じて。私には足がある。私にはまだ足がある。私にはまだ足があるの。ゆうこ。ごめん、心配かけて。でも、もう大丈夫だから。だからファックス入れといてって言ったじゃない。うん。え？違う？うん。で、昨日伝票を入れといたんだけど。はい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 。